チンタオチンタオ神社空撮チンタオ。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成期の選択いたチンタオは、宮崎県宮崎市の南東部海岸付近にある周囲860メートル、面積約4.24ヘクタール、高さ約6メートルの島、陸系島になりつつある。対岸は、チンタオ海岸と呼ばれ、 チンタオ海水浴場などを含む一大観光地になっている。チンタオとチンタオ海岸とは、弥生橋によって結ばれている。砂岩と泥岩が交互に重なった地層からなる山が沈降して、海に浸かり、波に侵食された後にわずかに隆起することで、隆起破食台と呼ばれる地形が形成された。規則的に重なった地層が緩やかな傾斜をなしているため階段状に侵食されており、 巨大な洗濯板のように見えることから鬼の洗濯板と呼ばれる。宮崎県南部海岸には南西から北東に向かって黒潮が東北部海岸には北から南へ沿岸流が流れており、これらの潮流によって貝殻の破片などが集められ流起破食大場に堆積することで太胆が形成された。珍しい地形であることから太胆の流起海床と 気形派植根として、日本国の天然記念物に指定されている。島では200種類以上の植物が確認されており、そのうち熱帯性及び亜熱帯性の植物が27種あり、北半球最北の亜熱帯植物群落である。中でも、微老の大群落は貴重であることから、人タを亜熱帯性植物群落として、日本国の特別天然記念物に指定されている。 本来ならば、寒さにより枯死する高緯度の場所に、このような熱帯性及び亜熱帯性植物の植物群が存在する理由として、学者により二つの説が提起されている。一つは、海危機化植物説といい、島の沖を流れる黒潮によりフィリピンや沖縄方面から南方系の植物の種子や生木が漂着し繁栄したという説。もう一つは、依存説といい、 第三期前に日本で繁栄した高温に適する植物が気候、風土、環境に恵まれたこの場所に取り残され今日まで繁栄したという説。現在では校舎の依存説が有力視されている。島の中に太貸神社があり、神聖な場所であるため祭日以外に一般人が立ち入ることは禁じられていたが、1737年当時の太貸神社官主、 長友彦が、帯藩主、伊藤幸英に解禁を申請し、弥生後藩の一時期に限り、一般人の参詣が許されるようになり、明治以降は、年間を通して立ち入りできるようになった。昭和に入ると、周辺の太尾海岸に、遊園地や海水浴場が整備され、ホテルが立ち並ぶ観光地になった。2003年において、年間約70万人の観光客が訪れている。 立花ホテルは1990年の閉鎖後1 5年間以上放置され地元住民から景観を損なうなどの意見が出ていたが2008年9月に佐賀県嬉野市の老舗旅館であるは田谷別総が再開発を行う事業者に決定した2009年12月より解体工事が始まり2010年6月に完了した跡地には新たにホテルが建設される予定であったが 2012年5月に宮崎市は和田屋別総が設立した事業会社が撤退を決めたと発表し再開発計画は白紙となった事業会社と土地を管理する宮崎市おりゅう財産区との間では事業会社側から撤去費用の損害賠償を求める訴訟が財産区の側からは 土地賃料の支払いと明け渡しを求める訴訟がそれぞれ宮崎地方裁判所に起こされた。土地明け渡しについては2012年11月28日に、両者の間で和解が成立。損害賠償訴訟については2014年3月28日に、宮崎地裁は事業会社の請求を棄却し、事業会社側は控訴を断念した。2016年に宮崎市は、 民間事業者の公募に踏み切ることとなり、9月から11月まで関心を寄せた11の事業者との対話を実施した。これを受けて、宮崎市は2017年4月より事業者の公募を開始した。一方、跡地には旧ホテルの地下室や基礎食いなどが地中に残存しているため、木造2階建て以上の建造物の建築が困難になるのではないかという懸念を指摘されていた。 2017年9月、スタートトゥデイの子会社である新たなが再開発の優先交渉継を獲得したと報じられた。新たなは再開発を行う新会社を設立し、チンタオビーチビレッジの名称で宿泊施設や商業施設を建設して2019年に開業する予定と報じられた。 2019年12月12日、再開発を計画する、タオプロジェクトの自賃祭が行われた。チンタオプロジェクトは、2020年度中にプレオープンし、2021年度に宿泊施設を完成し、本格オープンする予定としていた。その後、情勢の変化により、2021年3月時点の事業会社 Facebook では宿泊施設のオープンを、2022年春。 としている。JR 日南線ちんた駅下車、または、宮古、シティバスセンター18番乗り場より、宮崎交通バスちんを日南方面に乗車し、ちんたおで下車。ありがとうございます。